はいえー、皆さんこんばんはこんばんは今日から8月が始まりましたはい今日は8月1日月曜日ですうんはいえー、まあね8月ということでねなんか聞いただけでもちょっと暑いなとうん <laughs> そうですいう感じがしますけどちょっと僕一個だけ好きなことがあってうんあのこの今日1日じゃないですかはい 日日日が月曜日な日結構好きなんですよあ、ね、確かに今日月曜日、うん、そうねあの月の始まりと週の始まり、まあ、日本は大体あの月曜日からっていうふうに考えますよねそうですね、はい、でそれがまあ,あの1日ということでなんかそれがこうきれな,な感じというかそれが結構好きなんですよね確かにね、はい、切り替わった感がすごくあるというかうん なのでまあちょっとちっちゃなことですけどまあ僕はそういういいい小さな幸せを感じてるんでですすけどね、はあ、いいですね、はいまあ、それで、まあ、今日から8月ということになりましてなんだろうもうこの2022年今年ももう7月まで終わったんだなということで、うん、もう結構折り返してあもうあとちょっとで終わるなっていうようなんかそんな気分に なってるんですけど、本当ですね。うんまあ、特にあの僕らの住んでいる。この長野県のまあ、山の中の地域っていうのは確かに。あの暑いことは暑いんですよね。うん、うん。まああの4 0度とかは行かないですけど。でもやっぱり暑くて。でも8月のえー、っとまあ、お盆過ぎたぐらい。まあ8月の20日ぐらいですかねから。 どんどん寒くなっていくんですよ。うん,うん、うん。まあ、もちろん、そのいきなり雪が降るとかそういうことではないんですけど、明らかに寒くなっていくんです。そうですね。秋になってね。冬になってでそれがあのなんか寂しい感じっていうかなので、僕の中では結構こう。夏を過ぎたら。 一年終わりみたいな感じちょっとあるんですよね。ああ、なるほどね。イメージですけどね。うん、まだまだ長いし、秋、冬は楽しみが多いんで、あの、実は長いんですけど、まあでもそういう気分になりますね。うん、うん。はい。ということで今日の本題なんですけれども、はい。はい。今日はですね、バイキングの日だそうなんですよ。あ、バイキング。うん。ほう。はい。あのー、まあ誰が決めたのか。 わかりませんが日本にはバイキングという言葉がありまして、うん、それはですね、まあ、ご飯を食べる時の、まあ、特にレストランとかホテルとかに行って外でご飯を食べる時の,、まあ、あのビュッフェ形式ですよねのことをバイキングと言うんですよ。そうですね、はい、あのー まあ例えばホテルとかでテーブルの上とかにねいっぱい料理が載っててもうたくさんいろんな種類の料理がありますで洋食もあれば和食もあるしイタリアンとか中華料理とかアジアの料理とかいろいろある、うん、でそれを自分で好きなだけこうお皿にとってで自分の席に持って帰って食べるでそれをお代わりしてもいいっていう。 でまあ、それ大体時間が決まってて、まあ、1時間半とか2時間でえっ、ー、といくらですとうん、うん、例えば5,000円ですとか、まあ、そういうようなやつですねはい、うん、それを何せかバイキング形式というんですよねうん、はい、まあそう言いますねで、まあ、多くの日本人は外国に行った時に バイキングみたいなの言っちゃうんですよねうん、でもまあ「バイキング」は全然英語でもないし <laughs> <laughs>、はい、全く通じないっていうことなんですけどまあそれがちょっとよくあるあるあるだなという、まあ、お話なんですけれどもねへえ<ー>、はい、んで「バイキング」なのか僕よくわからないんですけど確かにね、はい、なんでだろう、はいまあ、でもそ,のそういうふうに言うんですよ、うんでまあ、今日は それの「日だとということでそのバイキング」のお話をしたいんですけれども、はい、ま,あまずあの皆さんね皆さんあのこれを聞いていただいている方は「バイキング行ったことありますか?」っていうできれば日本のバイキングに行ったことがあるかっていうのを知りたいですけど、はい、まあ日本に来たことがない方もいらっしゃると思うんで、まあ、そ,のそういうスタイルの。 あのご飯を食べるところに行ったことがありますかでもいいんですけどなんか面白いですよねうん、うん、面白いですし、うん、楽しいです一緒じゃないまあそうなんだけど <laughs>、はい、なんかワクワクしませんあまあまあそうですねいろんな料理がね,う,う,ね、はい、うんそうそう並んでいてねはいなるほどあのー、まあ日本だと僕は大きく分けて、まあ、2種類ぐらいあるかなと思っていてほうはい で一つはあのー、ホテルに泊まったら自動的についてくるパターンのバイキングこれは高級なホテルとかじゃなくて、まあ、日本でよく言うビジネスホテル、まあ、例えば会社で出張に行った時とかに泊まる別にそんなに豪華でもないし夜寝れればそれでいいやみたいなところうん、うん、家族で行く場所ではない。 うん、一人で行ってあの本当泊まるだけっていうようなところでもそういうところも例えば朝ごはんはバイキングですみたいな感じでご飯と味噌汁と漬物納豆海苔鮭とか焼き魚とかいろいろあったりする煮物もある、うん、そしてあのベーコンとかソーセージとか目玉焼きとかスープあとパン そういうのもあるっていうのが大体ついてますね。そうですね、うん、それがまあ一つ。でもう一つはちゃんとご飯が美味しいレストランの,そのバイキングっていうプランを食べに行くっていうパターン。でそこはあの本当に料理美味しいしあのみんなそれを食べたくて行くっていうパターンですよね。うんうん、そうです、ねはい、で、すねまあ バイキング食べに行くって言ったらその2つ目のパターンが多いと思うんですよねうん、うん、でその中には例えばケーキとかね甘いものを食べに行くっていうケーキバイキングとかあとはいろいろ種類がありますよね、うんうん。自分の食べたいもののバイキングみたいなのに行くんですけどどうですかバイキングは。バイキング好きです食べどんなものを食べるのが好きです あそうですね、まあ、さっき出たケーキバイキングも好きですしやっぱやっぱりなんかこういろんなものがね食べられるってちょっと有名じゃないですか楽しいですしでも割とすぐお腹いっぱいになっちゃうじゃないですか <laughs> そうですね,ね <laughs> だからあの普通に食べたいものを頼んだ方がいいっていう人もいますよねあいますいます僕大学生の時にスポーツとかやってて いいつもお腹空いてたんですようん、うん、だからねバイキングとか行くとねすっごい食べちゃうんですよあ<ー>もうね体重も2キロぐらい増えるぐらいのイメージわかりますよ、はい、ついついね、はい、食べちゃいますよねそうなんですよだからもう肉とかお寿司とか普段なかなか食べれない高級なものをもう何回も何回もおかわりするっていう, <laughs> いう感じでやってましたねうん、うん ねえ、はい、分かりますよ。そうなんです。なんかもうお腹いっぱいだけど、うん、もっと食べなきゃって思っちゃいますね。はい、食べなきゃ損だぐらいのね。そう感じでまあ考えたりしますけど、まあ結構どうですかね。まあこれ国によるかなと思うんですけど、僕はうんとまあ中国とかにまあ会社の出張だったりとか、まあなんかプライベートとかで行ったりした時に中国はよく そういうのありましへえそういうのがある国とない国とあるとは思うんですけどうん、うん、あとはまああのイギリスに住んでた時にお金がなくてご飯あんまり食べれなかったんですけどその時によくその中国の人がやってるそういうバイキングのところに行って食べてましたね。 次の2日3日はもう何も食べないみたいな <laughs> 極端です最悪ですけどね,ね体にはめちゃくちゃ悪いけどでもお金がなかったんですようん、うん、だからすっごい食べてで休むみたいなのはやってましたけど今ちょっとそれはもうとんでもなくあの体に悪いことは分かってるんでやらないんですけどね、うん、はいまあそんなことでね、うん、今日結構長くお話をしてますけどよかったら皆さんの、まあ、そのバイキングのお話 ぜひ聞かせていいたただきたいですし、まあ、日本のそういうのどうですかっていうのも聞いてみたいので、まあ、いろいろねあの日本とその皆さんの国との違いとかもあればぜひ教えていただけたら嬉しいなと思うのでよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで今日も最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございましたでではでは